どうも皆さんこんにちは、週末です。さて今回はこちらニュータイプ5月号の紹介でございます。表紙はね、もう見ればご存知、新エヴァンゲリオン劇場版の、ね、我らがシンジ君が載っております。で、自分はですね、こちらメロンボックスで買ったら、こちらイラストカードがついてきたってことで、正直別にわからないんですよ。何のやつだか、ハイカードか、アニメは見てなかったので、うんって思ったんだけど、やっぱもらった方がお得ってことで買わせていただきました。で、こういうね、ニュータイプとかね、一応 Amazon とかでもね、バックナンバーっていうか昔のやつを変えたりするんだけど、ほんと、もう新エヴァがやってた頃のアスカとかアヤナミとか乗ってるやつはもう高騰しちゃって買えないんですよ、Amazon とかだと。ので、皆さんもね、今このエヴァンゲリオンの表紙が載っています。ニュータイプのね、雑誌買える方は皆さんぜひ買っていただければと。そう、この、これだね、これが表紙の時ので、特典がちゃんとこちらついてまして、クレアファイルエヴァンゲリオンですね。いや、もういいですね、本当にニュータイプ。あ、書いてありますね、5月号付録。あ、書いてなかった、この号の名前書いてあると思った。シンジ君が、あ、いいな本当に。これはあれだね、多分漫画版の先生が書いてるものかな、ちょっと書いてないから分かんないけど。で、ニュータイプも全然ね、僕集めているわけではないんですけど、本当もうお宝って感じでね、買わせていただきました。で、内容多分エヴァンゲリオンの、あ、インタビュー載ってるね、ちゃんとエヴァンゲリオンのちゃんと情報載ってますから。あ、22ページで全然見てないね今更って感じではあるんだけど、こうやってね、多分パンフとかそういう他の雑誌とかには載ってない情報も載ってると思うので、皆さんもぜひ。あ、いいですねこれ、こういう完結イラストっていうかね、いろんなところの絵をね、見れるってことなので、買っていただけたらと思います。エヴァンゲリオン以外もこうやってね、仮面ライダーだったりとかもね、載ってるみたいで、まあ、庵野監督のあれだね、いろいろ載ってるね。で、ウマ娘とか全然ね、終えてないから分かんないんだけど、あー、なるほどね。あー、これもね、やってますね。あー、もう鬼滅もやってますねでも全部、あ、推しの、もういい声優アワードね、4年ぶりの、受賞式復活ということで、まあ、コロナでしたからね、ここら辺にはほら受賞された、まあ、スパイファミリーでおなじみのね、江口さんとか、いやもうね、谷崎さんね、いいっすね、もうすごいっすよ本当に。まあ、いろいろギャルゲーっていうか、その、まあ、美少女ゲーム、まあ、ちょっと名義がんーとかんーとかな感じになっちゃうんですけど、ここら辺はなんか暗黙のルールというか了解らしくて、あんまりね、声出し言うことではないのかもしれないんですけど、ね、すごい演技がすごいね、いい感じの人です。いい感じって言葉やだな、本当にめっちゃくちゃすごいんですよ本当に。今もうね、台が終わっちゃって、まああれか、ジョジョとかのエンポリオとかもそうですし、男役もそうだし、今宝塚の嫁とかのね、まあ、ヒロインだったりとか、まあ、影のある少女だったりとか、元気な女の子だったりとか、もうめちゃくちゃすごい方なんでね、これからもね、ちょっと目が離せませんということで。で、梅田修一郎さんか、これはあれだね、最近いろいろ出てる、式守さんとかね、やってますね、沖合さんとか、トリコとかね、なんか最近カラオケでトリコの歌を歌いました。ね、ウォー釘パンチってね、だいぶ盛り上がるんですよ。あー、このスバもね、このスバって略し方でいいのかな、この爆炎の方なんだけど、まだ1話しか見れてないんだけどね。で、ラノベの情報と、あー、もう見てるアニメ全部載ってるわあー、これら辺は見れてないな、あんまやるとね、引っかかっちゃうからさ、できないんだけど、まあ、こういうね、ピンナップっていうかイラストね、公式のイラストとかも載ってますので、ぜひ皆さんもお手元にね、どうかということで。一応新エヴァンゲリオン自体はまあ、そのアマプラとかでも見れるんだけど、やっぱなんかそのブルーレイの特別版とかでね、なんか新しい映像とかも見れるみたいで、僕もそれをまあ検討中なんだけど、って感じなんだよね。やっぱり本編自体を見てはしまっているので、まあ新規映像も短いからさ、まあ本当にファンの方も手に入れてるとは思うんだけど、まあ、ぜひ皆様もこちらね、ニュータイプの5月号、6月になったらもうダメですから、手に入んないから、で、高騰しちゃうから、絶対か分かんないけど、ぜひ、ね、シンジ君と一緒に、あ、もうこのシンジ君の制服姿いいよね。昔こうやってほら、服をインしてるのがさ、あんまりちょっとかっこいいっていうイメージではなかったんだけど、やっぱ今見るとかっこいいな。シンジ君もさ、なよなよ系主人公じゃないですか、ある意味。ちょっと言い方が合ってるか分かんないけど。で、やっぱやるときはやるみたいなさ、覚醒するとすごいかっこいいみたいな、ギャップってやつですよね。では皆様、アニメね、いろいろやってますが、これからもね、まあ、今もう4月入って新アニメがね、1話まで進んでるとは思うんですけど、追っていきたいと思います。ちなみにね、前期のアニメだと僕はね、異世界のんびり農家とか、あとはね、暗黒騎士のあのスローライフのセカンドスローライフとか、あとは断末だね、断末良かったね、リュウさんめっちゃ良かったからさ、あー、もう断末4期めっちゃいい、もう異世界系ばっかなんだけど、
もう全部ねいいから。では皆様、ね、コンパクトな動画になっちゃってるんですけど、ぜひ買ってみてくださいという動画でした。ご視聴ありがとうございました。さらば、みんなみんなみんな、うえい。みんなみんな見てこれ、ほら。動画ね、終わってから気づいたんだけど、この歴代のニュータイプの、ほら、エヴァンゲリオン表紙を飾ったやつがさ、書いてあってさ、見てこれすごくね、すごいこの歴史、1995年の4月号からってことなのかな。いや、めっちゃ、今とね、やっぱイラストも違うんだけど、こういう絵があったんだなって、あ、これが漫画版か。ちなみにね、表紙書いてたのは漫画の方ではなかったんだけど、めっちゃすごい。ほら。てかもしかしたらある意味本当にエヴァンゲリオンが表紙なの、これ最後かもしれないから本当に手に入れた方がいいですね。いやーいいね、このエヴァンゲリオンのねやつだけ持ってるんですけど、6月号だけ。あーすげえなこれ。え、巻き波が、巻き波っていうか、まあそう、マリがね表紙のやつもあったんだね。でこれが漫画版でガンダムシールドとか書いてあるけど、いやもうアスカもなんかちょっとイラストキャラデザー違うね。